どうも、かつやしです。今日はですね、 GU でまたまたお買い物でございます。やっぱりね、オンラインストアで購入して店舗受け取り送料無料なので、非常にね、地方に住んでいる身としてはありがたい、非常にありがたい。で、今回もですね、こちらです、 GU キム・ジョーンズコラボのアイテムをまた購入したんですよ。で、これ前回購入したアイテムで、まあ今はね、さすがにちょっと暑くて着られないんですけども、秋立ち上がりの第一弾としてサマーコレクションで発売されたものを格安で購入いたしたと。で、これね、この前合わせたようにGジャンとこういう風に重ね着でね、組み合わせることによって冬の前まで使えるアイテム、今ほんと ZOZO タウンもそうだし、 GU もユニクロも全部そうなんですけども、かなりね、叩き売っている感が非常にね、感じられると。まあ消費者としては、まあありがたいんだけども、定価で買ったものもあるからあれとは思うんですけども、まあそれは仕方ないということで、で、今回ですね、またもうすぐ見せますけども、 GU キム・ジョーンズコラボなんですけども、前からね、僕動画で言ってるように、まあ T シャツ1枚こう取ってもですね、後で買ったらいいかっていうふうに、僕昔からね、そういうふうに思うことがあったんですけども、いざ欲しくなったりした時だとか、何買おうと思った時って結構完売していることが多くありませんか？もうね、僕それでね、今までまあいろんなブランドも着てきたんですけども、あ、まだあるからいいかと思って買い逃したアイテムがかなりたくさんあったので、まあ、今回、まあ、キム・ジョーンズさんといえばルイ・ヴィトンだとか、今だったらディオール・オムだとか、まあ、そのあたりのね、デザインをしている方がデザインしたものっていうのが絶対ね、後々欲しくなるなと思って結構こう買い漁っているわけなんですけども、もうでもこれだ、 G ジャンとかもそうですよ。これ GU のレギュラーものなんですけども、今もう売ってないじゃないですか。あの時買っておけばよかったなって後悔しないように買ったアイテム、まあ全部そうなんですけども、ということで、日曜日の朝からよく喋るんですけども、まあね、のんびり行きたいと思います。ということで、今回購入したアイテムは、一つはね、もうリピート買いみたいな感じですね。こちらです。まず1枚目、 T シャツです。で、この T シャツのデザインはこのホワイトの色違いのブラックなんですよね。ブラックなんですけども、若干ね、僕最初なんていうかな、このペタペタのプリントがね、苦手だったんですけども、最近ね、結構こういうプリント系多くなってきたので、あ、まあこれが普通かなって最近思ってきました。まあ白に対してのプリントって、こうサラサラのプリントってほとんどじゃないですか。であと、こうカラーものになるとね、やっぱりどうしてもね、このペタペタプリントになるわけですよ。まあそのね、範囲が広いか狭いかだけだと思うんですけども、まあでもね、これね、いくらになってたんだっけ、すごく安くなってたんですよ。590円。まあもともとね、定価が990円で安いんですけども、バーゲンサマーセールでございます。590円でキム・ジョーンズコラボをゲットいたしました。で、今回も少し大きめの L サイズ、 M だったらね、若干こう肩が入り込むような感じで、まあ嫌ではないんですけども、ちょっと大きめで着たい最近なのでですね、 L サイズの購入でございます。発売された時はこのプリントどうかなとか思ってて、これも多分確か後々買ったような感じだったと思うんですが、よくね、見るとね、いや、かっこいいんじゃないかなって思ってきて、なぜかと言ったら、このプリント、この前コート買ったじゃないですか。その時の動画で着てたものなんですけども、まあね、自分の動画を見返してみたら、な、第三者的な感じで見られるので、あ、このプリント買ってよかったなと思って、 GU のオンラインすぐ見て、これ黒がまだ残ってたので黒を購入したんですよ。まあ、最近ブラックコーデも好きでやっているので、まあ、その流れでですね、黒ちょっと一着買っておこうかなと思って買ったモデルでございます。ほんとね、もう昔からコラボアイテムはまだある時にはそんなに欲しくないけども、だんだんなくなってきて、在庫がない、売り切れってなった時に欲しくなっちゃう、これがありますよね。ということで、もう一つはニューです。サンダルです。サンダルもね、これ正直多分ね、今どうだろうか、結構売り切れてきているのかな。でもね、実店舗では多分まだあるのかな、どうなんだろう。オンラインでは
完売がね続いているような感じだけど、また再販とかあるかもしれませんね。もしかしたら GU キム・ジョンズコラボのサンダルです。これね発売された時、あ、ビニール袋が落ちた。全然ね確かね売れてなかったと思います。やっぱりこうデザイン的なものがこうなんていうかな、第一弾の時確かねキム・ジョーンズって書いてあったサンダルがあったと思うんですけど、あれは人気だったな。で第2弾サンダル出たら、まあ、こういったこうチェック柄っていうのかな、チェック柄っていうかな、この辺りだとかこう文字が入ってあったもの結構ね残ってたんですよ。で後々まあいいか、後々でもまだまだ買える時期になったら買えると思って、そしたらね590円になったんですよ。590円になった途端結構売り切れが続出してきそうな気がしたので、早速ねチェックしたアイテムでございます。これねでもね普通にサンダルが、これもともと、いや、え、もともとこんな高かったでしたっけ。もともとこの価格見てください、1990円、これが590円で買えちゃいました。でサイドにねキム・ジョーンズってこう刻印がされてるんですよ。多分取れないようにプリン、ちゃんとプリントされてあるのかな。まあまあこんな感じで、今日はですね、まあ、緩いお届けなんですけども、まあ、僕が自分自身に伝えたいものといえば、コラボレーションアイテムは絶対後で欲しくなると。もうほんとね今まで、高校生の頃からファッションが好きでいろいろ買ってきたんですけども、それの繰り返し、結局それの繰り返しなんですよ。展示会行ったりだとか、あと、まあ、好きなショップでこう通ってったら、何、展示会のアイテムでこうカタログで先にこう予約とかさせてもらえたりしてた時があったんですけども、その時に結局そういった時なんですよ。その時には、ね、展示会行く前だからこれとこれが欲しいですってピックアップしとけばいいのに、悩んじゃってやっぱやめとこうと思ったものが後々欲しくなってくる。もうほんとそれの繰り返し今まで。で自分で、洋服、自分が勤めていた洋服屋さんで展示会に行って、まあ、チェックするじゃないですか。あ、このアイテムいいな、でもどうかなと思ってたものが後で欲しくなる、まあ、そんなことの繰り返しなので、 GU キム・ジョーンズコラボに関しては、まあ、T シャツが1枚590円で買えるんだったら本当に得、お買い得なんじゃないかなと思って。普通の何のブランドもないプリント T シャツでもやっぱ1000円ぐらいするじゃないですか。ここにねキム・ジョーンズをプリントしてあるんですけども、書いてあっての590円、非常にね、あの半年後1年後いい感じに後々買っといてよかったなと思えるような感じなんじゃないかなと思ってですね、まあ、興奮のあまり、まあ、何を言ってるか分かんないんですけども、スリッパとゲットをしたというお話でございました。まあね、もう1点2点ぐらい半袖のT シャツあってもいいかなと思うので、ちょっと買い漁りはまだ続きそうなんですけども、さっき言ったように店舗受け取りだったら送料無料なので、地方に住んでいる僕としてはですね非常にありがたいという形で、まあまたね、さすがに GU キム・ジョーンズコラボ第3弾とかはまあない話だと思うんですけども、まあ、あるうちにあるものを購入したいというお話でございました。まあ、T シャツとサンダルを購入いたしましたという感じの動画でございました。では本日もご視聴ありがとうございました。もしよろしければぜひチャンネル登録お願いいたします。あと Twitter、Instagram、ウェアもやってますので、よろしければチェックしてみてください。以上、かつよしでした。ではまた見てください。最後着てみました。 L サイズですね。このプリントを一応白とね黒持ってるんですけども、いいかもしれないです。本当はね、これのね、黒も欲しかったんですけど、完売してました。最後ね、サンダルだけ履いて終わりにしようと思います。GU キム・ジョーンズ。27センチで、まあ少し大きいけど、まあ普段履きっていうことでいい感じだと思います。